はい、皆さんこんにちは。今日はですね、12月31日大晦日に撮影しております。で、今日はあの倉庫のですね、片付けをしようと思っています。で、今この後ろの棚が以前作った棚なんですけど、今このような状況です。ででーん、もうめちゃくちゃですね。まあ、片付けはですね、僕が悪いんですけど、この棚がですね、結局少ないんですよね。倉庫の広さに対してめっちゃ少なくて、今回は長さが1700ぐらい、高さも1700ぐらいで、奥行きが400ぐらいですね、大体。で、倉庫にあるですね、あの余りの材料を使って作っていこうと思っています。で、今回作る棚にはですね、このようなキャスターをつけようと思っています。ハンマーキャスターというゴム製のですね、キャスターで、取り付け高さが65で、1個に対して30キロまで耐えられるということです。はい、今回作る棚はですね、肥料を乗せたり、あのセメントを乗せたりですね、ちょっと重めのものを乗せますので、まあ頑丈に、なおかつ簡単に作っていこうと思います。まあ、うちの倉庫もですね、結構狭いですので、まあ、収納を増やしてですね、いろんなものを入れれるように、まあ、整理整頓しながら作業を進めていきたいと思います。それでは作業スタート。Life is a winding road.No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop the traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down.I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down.I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling. ある程度骨組みができましたので、このキャスターをですね、つけていこうと思います。このキャスターをですね、留めるビスはワッシャーヘッドって言われるタイプの、今このワッシャーがついたようなビスで留めていこうと思います。
heart feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. 明けましておめでとうございます。本日はですね、2020年1月1日です。まあ、大晦日もこの棚の、骨組みを作っていったわけなんですけど、今日はですね、まあ、昨日の続きということで、余った材料で、この棚のですね、棚板の方を作っていきたいと思います。それでは早速作業の方を始めていこうと思います。
棚の方が完成しました。まあ、余った材料でですね作っていったわけなんですけど、結構いい感じにまとまっていい棚ができたと思っています。はい、まず1段目は2倍材のですね余りを使ってこのような形で作りました。で2段目3段目は普通のあの杉の板材ですねの余りを使って作ったわけなんですけど、もう全体的に結構なんかおしゃれな感じになりましたね。一番上はですねコンパネの余りを使って、2段目は床のフロア材ですね、この木目調のフロア材の余りを2枚切ってビスで留めました。まあもうどうせ棚なんでここの上にですね直接ビスで揉んでみました。はい、全体的に見るとこのような感じで結構大容量の棚ができたと思っています。で横がですね1800で縦が1700で奥行きが400なんですけど、まあ、肥料の袋とかねあのガーデニングのそういうのが結構多いんで、この大きなものをですね乗せて片付けていきたいと思います。それではちょっとここのですねこっちの隅の方に置きたいんで、ここら辺をちょっと片付けて今この棚をこう入れてみたいと思います。Take a step into the river and get down on your knees. Young and we didn't wanna be exposed.Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes. とりあえずですね、棚の方に荷物を載せてみました。冒頭に見せた映像があったと思うんですけど、ちょっとね、まあちょっとだけちょっと片付いたような気がします。それでは早速見ていこうと思います。はい、まず最初にですね、この角の方の一番最初に見せた映像あると思うんですけど、散らかってるよっていう映像ですね。結構物が減ったと思うんですよ。特にですね、この床に置いてあったの肥料とか園芸用品ですね、ガーデニング用品が減ってちょっとスッキリになったような気がします。でこちらの方のですね棚はまた後日ですね、この形をちょっとバラすかはわからないんですけど、また綺麗に整理整頓していこうと思います。で棚の方はというと、はい、このようになりました。下の方に重たいものを乗せて、まあ、棚を安定させる目的でですね、重たいものを下の方に持っていきました。であとはまあ建築用の金具とか、あとまあ釣り用品ですね、まあ、あと左官のコテとかもこっちの方に並べてみました。で追加でですね、ちょっと途中であれいいんじゃないかなっていうアイデアが浮かんで、それがですね、まあ、分かるかな、ここの前に、まあ、木を打ち付けただけなんですけど、そうすることによってですね、今ここにスペースが生まれてこういうコテなんかを収納することができます。でここの正面にも木を板を1枚打ち付けてですね、この100均の S 字フックなんかをかけて、よく使うものはここにぶら下げようと思ってちょっとやってみました。思いのほか結構いい感じですね。で、まあ、
バーベキューなんかで使うこの、あのトング、トングかな、これなんかも刺すことができて、もう見やすくなったんじゃないかなと思います。2日にかけてですね、まあ、棚の方を作っていったわけなんですけども、やっぱりですね、倉庫の方限られたスペースしかありませんので、そこを有効的に使おうと思ったらですね、こういった棚が、まあ、あのかなり有効的だと思うんですけど、まあ、皆さんのですね、まあ、アイデアとか参考になればいいなと思っております。もう、 うちもですね、やっぱりこうやって、棚を作って、まあ、最初は物が全然なかったんですけど、まあやっぱり保管できるスペースがあるとですね、やっぱり物が増えていって収納するところがなくなっていて、まあ、困ってたんですけど、まあ、今回ですね、棚を作って、まあ、非常にいい機会でですね、もう倉庫もすっきりになって、もう僕は大満足です。はい、ということで、この動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。 Yesterday.